ガングリオン、傷跡は？手術中痛いの？手術してすぐ動かしていい？どうもです、テゲポン TV です。テゲ科専門医による医療相談を行っています。それでは本日の質問をどうぞ。私は左手首の甲にガングリオンができていて、痛みとしびれが出てきたので手術することにしました。腕に麻酔をして手術をすると言われました。やっぱり傷跡目立ちますか？手術をしたことがないのでよくわからないので、いろいろ教えてもらえると嬉しいです。麻酔をしても少し感覚があるって聞いたのですが、本当ですか？手術後は痛いですか？すぐ動かせるものでしょうか？たくさん質問してすいません。よろしくお願いします。瘢痕が目立つかどうかは体質によります。ミミズ腫れみたいになる人もいれば、ほとんど傷がわからない人もいます。全身麻酔でなければ、麻酔中も少しは感覚があることが多いです。手術の後は痛いですが、痛み止めを服用していれば、翌日にはじっとしていれば痛くないぐらいにはなることが多いです。術後すぐに動かしても、おそらく問題はないはずです。手術の傷跡の瘢痕がひどければ、切除することは可能です。ただ、瘢痕ができやすい人は、瘢痕を切除する手術を行っても、またできることもしばしばあります。局所麻酔の場合は、手術中に手術している感覚がわかることはありますが、痛くはありません。手術翌日は、動かさなければ痛くないケースが多いです。術後は、動かせる分だけ動かしても問題はありません。Thank you.